人生で一番の黒歴史。で、あの芸能活動を13歳からしてて、今の事務所に入ったのは15歳なんだけど、それまで別の事務所入ってたの。その時に社長につけられた、その時の事務所の社長につけられた芸名がクッソ黒歴史、うん、泉川みやびすごいダサいの。わって書いて、それで毎日毎日学校終わりにオーディション受けに行ったり、泉川みやびが、泉川みやびで、泉川みやびですって言ってやんの。そう、この顔真っ赤やん最初まず名前言われた瞬間目指すかもしれない泉川か泉川みやびってググったら多分ね出てくるの、クソブサイクの写真出てくると思う。調べていい今、うん、調べてみて。どれがユキでしょうか。あ、これじゃん。正解。え、これなんだ。え、これだ。何これ、どっから拾ってきたの。よかったじゃん、タッキー元気かな。タッキータッキーそう、おばあちゃん、おばあちゃん、それだけガリメンなタッキー元気かな